はい、こんにちは、和也の孫です。今日もよろしくお願いします。さて今日は9月の21日火曜日なんですけれども、まあ明月ということなんですが、ちょっと雲が多くなってきたんですよね。なので見れればいいなーって思うんですけれども、まあ今から実家によって団子をもらって帰る予定なので、まあ月より団子ということで、団子が食べられればそれでいいかなという気もしますね。でもし月が見れれば一眼レフ取り出して写真でも撮ろうかなと思うんですけどね。で今日は親ガチャの話ですね。今結構話題になってるんですけれども、なんかこういろんな意見があるんですが、僕自身はですね、まあ反対も賛成もまあする立場でもないですし、意見を言う立場でもないので、まあただちょっと寂しいなって思うところはありますよね。で、親ガチャっていう話が出てくるのであれば、もしかしたら子ガチャみたいな形で、こんな子供を産むつもりはなかったみたいな話が出てくるようだと、もっと寂しく感じますし、まあ上司ガチャとか、友達ガチャとかっていう形で、全部ガチャで済まされるっていうのもちょっと寂しいなっていう気はするんですよね。なので、僕の中では、どんな環境でも、自分ができることをちゃんとする人、っていうのは魅力がある人なんだろうなという気はするんですよね。ただ今がこう、まあこの YouTube にしてもそうなんですけれども、 SNS みたいなもので簡単にいろんな人とつながることができますよね。で僕が子供の頃っていうのは、実際に会う、もしくはこう家に電話をするっていうことでしか話したりだとかっていうことができなかったので、家に電話なんてものすごい緊張しましたもんね。例えば彼女に電話するなんていう時も、何時ごろ電話するからねみたいな形で約束しておいて電話しないと、親が出るかもしれないっていうのがこうドキドキしながらこう電話するっていうのが僕たちの世代ですよ。でその後にポケベルが出てきて、ピッチが出てきて、携帯が出てきて、スマホが出てきてみたいな形なので、どん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 進化するにつれて、こう簡単に連絡が取れるけれども、こうまあそれはいい面ですよね。僕も例えば学生の頃にこうインスタとかもし LINE とかがあったのであれば、今でもまだ学生時代の人とたくさんつながることができたんだろうなって思うんですよ。ただ僕自身はその高校までは神奈川で、大学が福岡で、でそのまま九州に住んでるので、その神奈川の人たちとの連絡っていうのが今 Facebook で少しつながったりとかはあって、同窓会とか呼んでもらってるんですけども、こうみんなとつながれてるっていうわけじゃないんですよね。その辺は羨ましいなって思う反面、こういろんな人の情報が見れる、もしくはこう私生活が見れる、しかもこうインスタに上げたりとかっていうのはいい面を見てるわけですよね。なのでそんな中で、あ、こんな生活できたらいいのになみたいなものが、その友達に限らず芸能人だったりだとか、お金持ちの人だったりだとか、実際知らない人の生活まで見ることができるので、やっぱり羨ましく思うっていうのはわかるんですよね。なのでただただそれを羨ましく思って、その周りのせいにして、こう自分は恵まれてないって思うのであれば、きっとそれはちょっと違うのかなっていう気はするんですよね。だってそのお金持ちの人たちも、まあ中にはもう親のお金でずっと遊んでる人っていうのもいると思いますよ。思いますけれども、そのいい生活をしている中でものすごく苦しんだり努力したりっていうところは見えてないわけですよ。なのでスポーツ選手が活躍しているところも、その活躍している姿はテレビで見たりするんですけれども、実際彼でしている努力、例えば家で食事をしっかり管理して、早起きして運動してみたいな形で、試合前もストレッチして、試合後もちゃんと体を作ってみたいな形でしている人たちがたくさんいるわけですよね。でもその努力しているところは見てなくて、結果だけ、良いところだけ見てるっていうところは、やっぱり僕たちちょっとその学ばなければいけないところがたくさんあるよなっていう気はするんですよね。なのでスポーツ選手の人たちもやっぱり努力しているところは見せずに、こう活躍しているところ、かっこいいところだけを見せて夢を作りたいっていうのも僕わかるんですよ。で、そっちがやっぱり僕もかっこいいなって思うんですけれども、そんな中でも例えばこうテレビの番組とかでドキュメンタリーとかでもいいですから、こう陰でこんな努力をしていましたみたいなものも時々放送があってもいいと思うんですよね。例えば数がどんだけ努力してあれだけの年齢で現役でずっと入れるのかっていうのは、多分とてつもない努力の量だと思うんですよ。ただその努力しているシーンっていうのはほとんど見たことがないんですよね。ただ活躍しているシーンだったりだとか、合宿でみんなで楽しくしているシーンだったりだとかっていうところしか見ないので、やっぱりこうそういったところでこう勘違いしているところっていうのもたくさんあると思うので、まあ親ガチャっていう言葉、僕の中ではまあ良くも悪くも今の時代表現しやすい言葉だなっては思うんですけれども、やっぱりこう
自分の子供が、親ガチャで外れだったんだよね、とかっていう話をするって考えたら、やっぱり寂しいですよね。で、自分がじゃあそうならないために努力しなければいけないかって言われると、そこもまたちょっと違う気がするので、その、望み始めたらキリがないっていうのが人間の欲ですから、その、自分でどうにかする力を僕はつけてあげたいなって思うで、自分の子供にはですね。自分で考える力をつけてあげたいですし、こう、自分で、その、壁を乗り越える力をつけてもらいたいですし、そういったところのこう方法だったりだとか、頑張り方だったりだとか、アドバイスじゃないけど、こう、こんな風にしてみたら、みたいなものはたくさん手助けはしますけれども、実際するのは本人、子供なので、まあ、そこをこう奪ってしまうと成長しなくなってしまうっていうところが僕自身の考え方ですから、やっぱり自分も含めて成長していけたらいいのかなと思うので、まあ、その中で親ガチャっていう言葉が出てくる部分にはね、いいのかなと思いますけれども、それがこう、すべてのこう、幸福の決定みたいな風になってしまうと、ちょっと違うのかなっていう気もしますよね。ということで、今日は親ガチャっていう話をしてみました。和也の孫でした。ありがとうございます。失礼します。